こんにちは。今日はこのつば付きのいちご帽子の編み方の紹介をしたいと思います。つばがあるので春夏よく使っていただけるかと思います。頭囲が55センチで対象年齢が 2-3歳になっています。コットン 100% の糸で編んでいます。糸はエンジェルコットンとトロピカルコットンという糸を使用しました。どちらもセリアで買ったので編みやすい、手に入りやすいかと思います。緑を1玉と、赤の方は2玉とちょっと使用しました。針は4号針を使っています。とじ針ハサミをご用意ください。では始めていきます。まず本体の方を作っていきます。輪の中に細編みを8目編み入れます。引き抜いて鎖編み1で立ち上がったら輪の中に細編みを8入れていきます。3 4 5 6 7 8、そしたら糸を引いて反応した方の糸を先に引っ張って引き締めます。たら糸を引いて最初に編んだ細編みの頭6、7、8目最初の細編みの頭に引き抜いて1段目の完成です。2段目も鎖編み1で立ち上がったら1つの目に2つずつ細編みを編み入れて16目にします。8目全部増し目ってことですね。1つの目に2個細編みを入れて16目編んでください。はい、16目編めたのでまた、細編みの頭に引き抜いて2段目の完成です。そしたら3段目は鎖編み3目で立ち上がって今度は長編みを1増し目1増し目という感じで繰り返して24目編みます。鎖編み3目をもう1目と考えているので次の目が増し目で今1個編んだので今度また次が増し目ですね。1増し目1増し目を繰り返します。ここで増し目でまた次が1ですね。はい、24目編んでください。はい、編み終わりましたのでまた鎖編みの3目目の頭に引き抜いてこの段が完成しました。次はまた鎖編み3で立ち上がったらまた1増し目を繰り返して36目にします。鎖編み3で立ち上がったのを1とカウントして、次が今増し目が終わったので次が長編み1目また次の目に増し目、はい、これを繰り返して、はい、
ぐるっと編んできたところですね。最後一目編んで増し目をして、はい、完成ですね。この段また鎖編み3目、立ち上がったところの 1,2,3 目目に引き抜いて、はい、この段が完成しました。次の段は増し目なしで一目に一目ずつ長編みを36目編んでいきます。ここでちょっと高さを出すというか、あのヘタをつけた時にここがちょっとポコッと上に持ち上がるように増し目なしで編んで高さを出します。はい、ぐるっと一周編んでこれたので、また鎖編みの3目目に引き抜いて、この段完成です。はい、6段目はまた鎖編み3目で立ち上がったら、次の目が増し目で1増し目を繰り返して18回繰り返して54目にします。1増し目、1増し目を繰り返してください。はい、鎖編みの3目目にまた引き抜いて 1,2,3 目目ですね。はい、この段完成になります。ちょっとね、丸い感じになるので不安になるかもしれないんですけど、これで合ってます。このまま編み進めていきましょう。はい、また鎖編み3目で立ち上がったら、7段目はまた増し目なしです。54目増し目なしで一目に一目ずつサクサク編んでいってください。8段目はですね、また鎖編み3目で立ち上がったら、1増し目を27回繰り返して81目にします。立ち上がりを1とカウントして次の目が増し目です。ここまでの増し目は全部1増し目の繰り返しなので、目数は多いんですけれども比較的に簡単に編んでいただけるかなと思います。1増し目、1増し目の繰り返しで編んでいってください。9段目にやってきました。9段目は鎖編み3目で立ち上がったら、これを1とカウントして次の目に長編みを
1、2目目、3目目、4、5、6、7、8、編んだら次の目で増し目、もう一回、これを9回繰り返して90目にします。はい、最後までやってきました。最後に増し目をして、また鎖編みの3目目の頭に引き抜いて、この段の完成になります。はい、10段目はまた8回編んで増し目を10回繰り返して、長編み100目にします。今立ち上がり、これを1とカウントして、次の目に2目目、2目目がなかなか入んないですね。よいしょ、2目目、はい、3目目、4目目、5目目、6目目、7目目、8目目で、次で増し目、増し目、はい、これをね10回編んでください。はい、お疲れ様です。100目になったので、ここで引き抜いて増し目終了です。そして次の段がちょっとトリッキーというか、鎖編み3で立ち上がったら1を、これを1とカウントして、次の目に2、3、4、5、6、7、8、9、編んだら10目目で玉編み1回、長編みの途中で伸ばす感じです。2回、3回入れて引っ張る、引っ掛けて入れて引っ張る、引っ掛けて入れて引っ張る。最後の方ちょっとねぎゅうぎゅうなんですけど、ちょっと頑張って入れてもらって、最後に一気に引っ張ってきて引き抜きます。そして鎖編みを1回、これの繰り返しです。ちょっとぎゅうぎゅうなんですけど、ぎゅうぎゅうにした方がポコってなるので、いちごのつぶつぶ感が出て可愛いかなと思います。長編みの途中で引っ張るっていう感じです。ちょっと難しかったら何回か繰り返して見てみてくださいね。はい、最後のつぶつぶです。入れて引っ張る、引っ掛けて入れて引っ張る、3回目、4回目、5回目、6回目ぐらいでちょっとね押さえながらじゃないと全部抜けちゃいそうになるの で、最後引き抜いて、これやって鎖編み1編んでって感じです。わかりますかね。
スローとかにして見てもらったらあれかなと思います。はい、すいません、ちょっとあれ、これで、12段目は今度玉編みのところ、つぶつぶ編んだところをよりポコッとさせるために減らし目をします。下の段で9目目かな、9目目で減らし目をします。こう引っ掛けて入れて、長編みの頭のとこに入れて、長編みをしようと思いきやまた引っ掛けて玉編みしたところに入れて持ってきて2つ引っ張ったら全部一緒に引き抜くっていう感じなんです。減らし目、長編みの減らし目です。9回編んで減らし目か、9目目じゃないですね。9回編んで、長編みを普通に9回編んで、一目に一目ずつ長編みを編ん でこの玉編みのところに来たらですね、ここまで編んで玉編みのこのここのところに来たら引っ掛けて入れて、いつも通り長編みをここまでやったらまた引っ掛けて玉編みの頭に入れて持ってきて2目だけ引き抜いて、最後一気に全部引き抜く。これで長編みの減らし目になります。でまた編んでいくって感じです。9回、はい、やってみてください。はい、最後まで来ました。鎖編みの3目目に引き抜いて、はい、減らし目の段完成です。そしたら今度はつぶつぶの位置を上の段とちょっとずらしたいので、鎖編み3で立ち上がったら長編みを5回この鎖編みも1とカウントして、2、3、4、5編んだらここに玉編みをします。7回入れます。またちょっと穴が狭いんですけどね、糸を押さえながら、あんまりきつかったら6回とかでもね大丈夫です。ちょっとぐらい変えても。はい、7入ったので引き抜いて、ちょろんってやって鎖編み1、そしたらさっきと一緒です。9回編んで玉編み、9回編んで玉編みっていう感じでずっとやっていきます。最後は5編んでるので長編み4編んで終わると思います。
つぶつぶのやり方大丈夫でしょうか。こういう感じで繰り返していくんですけど、上の段とつぶつぶの位置が変わらない、かぶらないように5目最初編んで、編んだつぶつぶ編んでいった段が終わったら、また次は最初から長編み9回編んでつぶつぶを編んでっていう感じで、こうずらして編んでいってくださいね。とこういう感じになります。はい、で最後このつばの部分ですね、日差しよけのつばの部分に入ります。鎖編み2目で立ち上がったら、中長編みを100、一目に一つずつ編み入れます。あとちょっとで完成なので、ね、頑張ってください。ここまで来たので、はい、この段は鎖編み2目で立ち上がったら、1増し目を50回繰り返して100目から150目に増やしていきます。中長編みです。立ち上がりの鎖2目も1とカウントして、隣の目に増し目をしました。また1目編んで増し目、これをちょっと地道に50回繰り返してください。はい、中長編みを100目でスタートして、その次で1増し目を繰り返して、1増し目で150にした後に2段編んできました。のでここで糸を引き抜きます。鎖の2目目ですね、2目目に引き抜いて、この段が完成しました。そしたらもう一回増し目をします。鎖編みで立ち上がったら、11増し目を今度は50回繰り返して、全部で200目にします。ね、ここで増し目をすることでつばがひらひらすると思うので、もうちょっと頑張って編んでみてください。はい、
編み終わりましたので、次の段は緑でちょっと色を変えたいと思います。鎖編み、立ち上がった鎖編みの2目めに針を入れたら、持ってくる色は緑にします。そうすると綺麗に色替えができるので、私はよくこのやり方で色を変えてます。で、鎖編み2で立ち上がったら、1目に1目ずつ中長編みを100目編んでいってください。で、2本の糸も後ろで編みくるみながら補強していってください。あとの糸処理がね、楽になると思います。声がガラガラ、すいません。はい、緑の段編み終わりました。なので、鎖編みの鎖編み2目めの頭に引き抜いて、糸を切ったら、を糸処理したところの糸も切って、本体完成です。糸処理はしなきゃですけど、すごい、お疲れ様でした。長かったですよね。でもほら、かわいいです。すごいかわいい。はい、では、あれですね、ヘタの部分の説明をしていきます。輪の中に細編みを6目編んだら、2段目も細編みを6目そのまま編んで、内側になりがちなんですけど、こう外側に向く感じで編み進めていくと、ちょっと輪が小さくて編みにくいんですけど、内側のカバンみたいな感じで編み進んじゃうと、裏返す時が大変になっちゃうので、この状態で編み進んでいくといいかと思います。引き抜いて、また立ち上がっての繰り返しですね。もっとちゃんとゆっくり見たいという方は、インスタグラムの方でヘタの編み方はライブ配信をしているので、そちらもよかったらご覧になってください。はい、6段編み終わりました。最初に編んだ時の糸、引っ張った糸はもう筒の中に隠れてしまうので、切ってしまって大丈夫です。で、7段目は細編みを8目にするので、11増し目、11増し目で編んでください。鎖編み1で立ち上がったら、根元に細編みを1つ、次の目にも1つ、で3目目で増し目をします。たらまた11増し目で、全部で細編み8目の輪っかになると思います。ちょっとね、細かい部分なんでやりにくいんですけど、で、また鎖編みの細編みの頭かに引き抜いて、
完成です。そしたらあと2段は増し目なしで、8目を1段2段編んでください。はい、一番細かいところ終わりました。こっからは長編みになって目数も増えていくので編みやすいかと思います。鎖編み3で立ち上がったら1つの目に2つずつ全部の目増し目をして16目、こっからは長編みですね。そしたらまた鎖編みの3目目の頭に引き抜いて3目目、この段完成です。はい、次また3で鎖編み3で立ち上がったら1増し目を繰り返して16目だった目を24目にします。1増し目、1増し目、繰り返していきます。編み終わったので鎖編みの3目目の頭に引き抜きます。そしたらここからは葉っぱの部分になっていきます。まず鎖編みを12目編みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、そしたら10目目の裏山かなに引き抜き編みをして、次の目に細編みをします。そして次が中長編み、次の目に長編みを入れて、また次の目も長編み、次が長々編みっていうんですかね、くるくるっと巻いたら糸を通して持ってきて2つ引き抜いて2つ引き抜いて最後また2つ引き抜く、くるくる入れて持ってきたら糸をかけて2本引き抜く、糸をかけて2本引き抜く、糸をかけて2本引き抜く。はい、そして最後はくるくるくると3回巻いて目の中に入れて糸を持ってきて2本引き抜く、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 4回やる感じですかね。くるくるくる、はい、糸を持ってきたら1回目、2回目、3回目、4回目、これ長々長編みって多分言わないんですよね。名称分かったら教えてください。葉っぱをちょっとだんだん
大きくしたくてこういう編み方にしてみました。はい、そしたらですね、葉っぱ完成したので、さっき24目編んだ長編みの1、2、3、4目目の頭に引き抜いて葉っぱをくっつけます。そしたらまた次の葉っぱを編むので、隣に引っ越して引き抜き編みをします。そしたらまたここから鎖編み12をスタートして、先の繰り返しです。たら6枚葉っぱが作れるかと思います。さあ、ちょっと葉っぱね、すぐくるんってなっちゃうんで、アイロンかけたり手でちょっと伸ばしたりして形を整えてかぶってください。タコみたいにくるんってなっちゃうんですよね。この編み方でタコも作れそうですね。はい、ヘタをつけるところですね。帽子の裏になる部分、引き抜いた後が、まあ、気になる方はそこを後ろにするイメージで葉っぱをつけたい。葉っぱの後ろが来るところ、まあ、全然葉っぱも前後ろとか特にないんであれなんですけど、こうやって葉っぱの端っこを編みつける感じですね。で、後ろに糸を通して反対側の葉っぱの端っこをまた本体とくっつけます。また後ろを通し、あ、ここの葉っぱの端っこも本体とくっついたら、裏で糸を後ろ通して反対側に持ってくる感じですね。裏がだからこうやって糸がこういう風になりますので、最初に編んだ本体の引っ張った後の糸と葉っぱの最後の糸を固結びしてしまうと、なんかやっぱり編み糸処理、編みくるむよりも固結びしちゃった方が丈夫だと思うんですよね。編みくるんだ上で固結びを3回してハサミでチョキで、つばのところも糸処理してしまいましょう。ちょっとね、早送りが多くて申し訳ないんですけど、お好みでスロー再生とかにして、もし気になるとこがあれば見てみてください。お、ご視聴ありがとうございました。